この魔力、やはりユイとライダーは戦争時か。ついに英月を得たか。急ぐぞ。あんたの裏かたじけない。じゃあまなんた猫だな。来たな、宮本伊織。小説ライダー、やはりあの仲たがいは芝居か。余興だ。楽しんでいただけたかな。問答は無用。ユイ、英月の器はどこだ。貴様らが土帝の屋敷より持ち去ったとすでに知れているぞ。それは耳が早い。今しがたここに設置したところだ。あとわずかばかりの魔力で器は満たされ、英月は輝く。ゆえにセイバー、貴殿の魂、義の長尾を飾るにえとする。その前に改めて問う。宮本伊織、貴殿の願いは何だ。マスターとして貴殿は英月に何を恋願う。俺の願いは俺自身が叶えねばならないものだ。結果よりその過程に意味がある。英月が真に人の手では叶わぬ願いを叶えるのであれば、そうでなくては救われないものが求めるべきだ。だがそれは世にあってはならぬものだろう。正しき人の道であれば。それが答えか。正しき人の道。なるほど、清廉な響きだ。貴殿らしいと言うべきか、宮本伊織。俺は清廉とは程遠い男だよ、ユイ小説。まったく甘い。君は甘い男だ、より。刃を交える前に事の葉を交わすなど。そうかもしれん。甘い男ゆえにこうも言おう。俺を清廉という貴殿、ゆい小説よ。その胸に抱く願いは何だ。俺には貴殿こそが清廉の正道を歩む人物であるように見える。なのに何故英月の義などにふける。英月の義、俺は邪報と見たぞ。少子、邪報であろうと構うものかよ。私は世の過ちのすべてを正す。そして真に平らかなる世を作り出す。それはまた大きく出たな、ユイ小説。邪報に願わねば叶わぬほどの願いなれば、大きくなくてどうしようか。過ちを正す、それこそが私の作られし命に宿りし、ただ一つの願いである。作られし命。貴殿は知らぬままだったな。私は作られた体に命を与えられし存在、ホムンクルスだ。こ
コムンクルス、そう言ったな。琴の葉の意味はわからないが、要は妖術で編み上げられた人形と見たぞ。しかしユイ、その面持ちはまるで人のようか。それはそうだろう。我が肉体、森総意見先生が作り上げた一品だ。貴殿は武家の出と聞いた。この世に生を受け、先生亡き後は武家の子として立場を得た。本来であれば肉のからくりに過ぎぬ我が身、疑いや願いを抱くはずもなし。だが世のありようを目にしたその時に、私は私としてなった。何かを感じた。感じてしまった。我が胸を塗りつぶすこの思い、願い、もはや見て見ぬふりはできん。弱き者が奪われ続ける世の理不尽、血の地獄。生きる術を持たぬ浪人は各地にあふれ、デウスを信ずる者は生きることすら許されぬ。貧しき者は今日も飢えている。止める者は今日も笑っているのに。不義、非道、理不尽。江戸に、大阪に、長崎に、日の本の、いやこの世に数限りなく、無念の血類にうめく婿があろう。それを私は見過ごせぬ。乱世はとうに終わったはずだというのに、なぜに人の世はかくもいびつであるのか。いびつならば正さねばならぬ。ゆえに今私はここに英月を求める。わかった。貴殿の願い、人の身では叶うまい。道理が通っている。貴殿の願い自体を俺は間違いだとは思わないその上で俺は剣を取ろう。由衣小説、元より同志を求めはしない。分かったならばそれだけで構わん。宮本伊織、マスターとしてもはや貴殿に不足なし。いざ尋常にお命をいただく。を舐めさせられた。実に見事な立ち回りであったぞ。だがそれもしまいだ。今度こそ仕留めるぞライダー。もらった。甘い。不観念せよ。残念だった。ライダー手を貸せ。任さねえ。セイバー。わかった。やっ、もらった。行くぞ。燃え盛る炎のごとく。散りゆけ。避けられない。手ぬるいな。散りゆけ。不観念。こっちだ。すぐに行く。刮目せよ。そは命、そは開闢の雫にして星をなす者。絶技発揮、怒涛。
がいない。マスターとして不足なし。確かに私は貴殿にそう言った。されど今の貴殿に我が願いは砕けぬ。私に勝ちたくば持てる全てでこうするがよい。私も総身の力で貴殿に挑もう。避けられない。死ぬ。良い身のこなしだ。どうした。遅れを取ったか。弱いな。ラッこっちだ。分かった。やっそれ受けてみろ。やっうん、見せてやる。頼む。出番だな。我らが刃引き立てる。いや、受けてみろ。観念さ、こっちだ。任せろ。そこだ。よし、ここだ。弱いな。攻撃すかさず追い打て。残念だ。受けてみろ。ライダー手を貸せ。任され。出番だ。任せろ。ライダー。ライダー。小説、あなたの憂いはどこまでも的を射ているのです。世とはなべていびつなもの。歪み、ねじれ、おぞましくもうめくばかりで、正しさなどかけらもない。さよう。どうせこの世は地獄なれば、賠償十破チリアクタになるがいい。我が神明牛御前、御頭天皇の血を受けし鬼子にして、太釈天の僧を持つ祇園精舎の神、すなわちインドラの子、半神である。命ある者は平伏せよ。平伏してさえいれば何もかも瞬きのうちに終わりましょう。すべて、すべて我が紳士が踏みつぶす。ライダー、これはいかなることだ。それに神明、英霊、源の雷光であると貴殿は私に語った。まあ、由井小説様、我がマスター。私こそは源の雷光ですが、ええ、神明としては牛御前。
平安の頃、世を乱した牛御前、兄弟である源の来光に撃たれたという。それです。兄弟と伝わっているようですが、私は私、来光に流れる鬼子の血そのもの。な、に、それで、ああ、そう、いかなるかを問われましたね。いかなるかなど知れたこと、これよりは世のすべてを壊すのです。我が身を含めた世のすべてを壊しましょう。バカな、私の願いがためその魂を捧げるとまで貴殿は誓ってくれたではないか。ええ、誓いました。捧げますとも、魂までも。名を偽り忌まわしき黒鎧に身を包んだのも、すべてはその願いがため、世界を壊すため。違う、ライダー、私は破壊のためではなく真に正すために。ええ、そうでしょうとも、優しきあなた。けれどあなたと共には英月の義を勝ち抜けない。来光の振りでは私は殺しきれない。セイバーたちがそれを教えてくれました。ですから私は私として義を制す。江戸すべてを砕き、人も英霊も皆殺しにした後で、願望期にて私が世を壊す。レジを持って命ずる。ライダーよ、私に従え。従っております、マスター。ライダー、私の琴の葉の通りに従え。止まれ。小説、あなたの願いに我が魂を捧げると、そう申したではありませんか。小説、あなたの願いのままにこの牛御前が死眼すべてを壊してまいりましょうぞ。止まれ、止まるのだ、ライコ。止まれません。そう、あなたの願いを叶えるまでは。このような、このようなことが。今回は間一髪間に合ったみたいね。師匠、雲間から覗く大怪異、八百夜鳥に未曾有の危機到来せりか。いや、怪異の類とは桁が違う。あれは神の類だ。それもかなりの大物と見たぞ。空をつく様、なんと神々しき。一息に切れる相手ではないな。師匠。はいはい、そんな顔しない。普通に考えればマスターを切るとこだけど、それくらいじゃ止まらないでしょ、あれ。しかり大宝具の展開に成功したならば、もはや私が自陣したところで止まるまい。なるほど、小雪ちゃんはもともと江戸全体の霊脈をあれこれ利用していたと。
それを丸ごと全部牛御前があの怪物で奪い取ったってわけね。うむ、アマトの霊脈と深くつながり、膨大な魔力が真摯に流れ込んでいるはずだ。でなければあの巨体に説明がつかん。真摯もライダーももはや私からの魔力など必要とすまい。江戸八百野鳥、いや関八州を焼き尽くしてなお止まるかどうか。ははん、大げさじゃないんでしょうね。いおり、あまたの霊脈と深くつながった大怪異ならば逆さに考えるぞ。霊脈からの魔力を断てば怪異の力は減じよう。そうだな、小説。ああ道理ではあるが。では話は決まった、師匠。オッケー、じゃあ手分けして霊脈を片付けちゃいましょう。とりあえず一組につき太めの霊脈一本ってことで。まずイオリ君とセイバー君でしょ、私でしょ、小説ちゃんでしょ。これで三組三本。せめて四つは欲しいところ。ならばもう一本俺が。ふっふっふ、お待ちなさいなイオリ君、武蔵に策あり。おーい、あなたの出番よ。覗き見してるのは分かってるんだからね。ランサー、残る一つの霊脈を私たちに立てと。話が早くて助かるわ。ここはお互いウィンウィンでいきましょう。あ、うん、師匠。ああはいはい、お互い得があるでしょって意味。あんなもの放っておいたら義も何もなし。複数の霊脈うんぬんなら魔力切れするより先に器も何もかも砕かれて、はいおしまい。江戸が火の海になろうと構わんが、そいつはいささか困る。ではマスター。チッ、はーい、まとまったわね。心強い仲間が得られて何より何より。それじゃあ打倒大怪異、作戦開始といきましょうか。行くぞセイバー。うむ、井戸の霊脈が核も乱れるとは。いやー、壮観壮観、これは切りごたえがありそうだわ。魔力を断つ、果たしてそれでどこまで通じるものか。私に考えがある、信じてくれ。そのためにもまずは神田を取り返す。しばし待っていてほしい。見えたか、大怪異とのつながりが失われたところにくさびを打った。残った霊脈に連なる霊地を貴殿らが手分けして抑えたところで。くさびを起点に一気に魔力を断つか。その通りだ、魔力の流れ私が封じてみせる。さすればさしもの大怪異とて大きく力を減じるはずだ。ふむふむ、私たちが抑える霊地は吉原、上野、浅草あたりかしら。あとは誰がどこを受け持つかね。
吉原は私が引き受けます。俺たちは浅草を。こちらは上野ですね。決まったな。ではおのおの力を尽くすぞ。